二宮幸太郎、タメ語で幼馴染の乃木坂と喋る。12日、侍ジャパンのプレミア12の全試合をライブ配信するプライムビデオが公式 X を更新。侍ジャパン合宿の現地取材を行った乃木坂46の黒見遥が日本ハム清宮幸太郎選手にインタビューしている様子の一場面を動画で公開したが、二人が小学校からの顔見知りだったことが判明して話題となっている。清宮が、弟と黒見が幼馴染というか小学校がずっと一緒で、うちにも来たことある？あるよね？と問いかけると、黒見はうなずきながら、お家での打撃練習がすごくて、いつもすごいなと思いながら見ていた。運動会でアンカーで走ってらっしゃった。早すぎてと語った。これに対してネット上では驚きの声が多く上がっている。どっちの清宮とも通じてる唯一の人だろうな。地元の後輩インタビューほっこり温かくていいね。同級生の兄だから黒民が若干気まずそうに敬語なのいいな。黒民清宮とがっつり接点あるのすごいな。オタクは清宮幸太郎くんを応援しています。同級生とはいえ家まで行ったことあるって相当仲良しやんけ。すごい意外な関係性やな。南J マキューチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。